ノーフォーク海軍基地に入港する空母ジョン・ F ・ケネディ、ノーティカスと戦艦ウィスコンシン・ノーフォーク海軍基地はアメリカ合衆国バージニア州ノーフォークにあるアメリカ海軍の基地。世界最大の海軍基地であり、アメリカ艦隊総軍、アメリカ海兵隊総軍を呼び北、た大西洋条約機構の変革連合軍が司令部を置いている。基地には13の桟橋、11の格納庫がある。 1917年4月、第一次世界大戦の最中、かねてより計画されていた海軍基地の設立のための土地購入、建設購入の160万ドルの予算が可決された。用地は1907年にアメリカ大陸入植300周年を祝うジェームズタウン博覧会が行われた土地を利用した。1917年7月4日、ノーフォーク海軍基地は、 海軍運用基地として設立され、1918年までには3万4000人の海兵が所属したが、大戦後は人員削減と待機状態がしばらく行われた。1939年に第二次世界大戦が始まり、航空機の新たな滑走路とそれに関するハンガー、基地、海上戦闘用の施設ほか、多数の司令部の機能が設立される。 1953年1月1日、正式にノーフォーク海軍基地に名称変更される。1968年、基地内にアポロ7号の支援活動に参加した艦艇と航空機の指令を司令を司る大西洋支援管理センターを置いた。1990年代、冷戦後による軍縮のため基地施設を減らすなどの費用削減を行われ。 1999年2月5日、ノーフォーク海軍航空基地と合併した。2012年にかけて、米韓コール襲撃事件、アメリカ同時多発テロの度重なる襲撃テロを受け、1250万ドル以上をかけてテロ対策を行った。ノーフォーク海軍基地は、4個空母打撃軍とそれらに、所属する艦船、補助、支援艦艇が母校としている。 ありがとうございます。